はい、どうも、ロシェルです。よう。というわけで、バイオハザード、6のダウンロードコンテンツ、オンスロート。前回はターチをやりましたので、イドニアやっていきたいと思います。これは、ターチはレオンのクリア後。これが、クリスクリア後。で、これがジェイクかな。ウェーイ。というわけで、ね。前回俺はエージェントを使ったので別キャラを。ああ。エイド行っちゃう？じゃあ俺カールで行くわ。おー、じゃあちょっと どっちが本物か決めようじゃないか。おー、いいだろう。じゃあ俺が本物乗ってやろう。おー。カールは基本的に反応音がフルオートという特性が。うん、3点マストだったかな。まあ覚えてないんですけど。はい、まあこっちは逆にボウガンが回収、てかまあ刺した後に、あのそのまま地面に倒せるっていうのが売りですね。で、クイックショットの場合に打って打ち終わった際にリロードしてくれるんで結構ポンポン打てるって感じで、そう、まあ、安全面が高いかなっていう使ってる感じ、うん、なるほど。というわけでじゃあ俺はカーロでいきます。いや、一応ね、ハヤテも俺も通常マップ全部買ってたんでこの通り全部選べるみたいなんで、うん、ではやっていきましょう。イエーイ、やっていこう。エイダでクイックリロードって意味あるんかな。あ、じゃあ俺あえてクイックショットダメージアップつけてこ。あえてそれ言っちゃうんか。ハンドガンの威力を上げるぞ。マジか。ハンドガン。まあね、ぶっちゃけ言うとね、あの、シックスね、俺の推しキャラのジルがいないっていうね。もうそうすると必然的にエイダっていうね。まあ4ではね、俺ずっとあれだけど。名前出てこない。あの、おっさん。おう、マジか、こうか。こうか。よし。ブラックアホ。ほんとね、我ながら、プレスリーの画質の割には、綺麗だなって思ったんだよね、やってた時は。はい、レッドパーリー。ただ、システムばっか力入れてたから、ちょっとつまんないなって当時思ってたんだけど、こう、改めて、うわぁ、やべぇ、初っ端からダメージ食らった、萎えるんだけど。この敵は結構アクティブに攻撃してくるんで、まあ、それをうまく処理しながら戦う感じですね、ここは。いや。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。まあ、まずだな、最初は。で、正直言うと本当に俺も早くても結構プレイ久しぶりなんですよ。だいたい久しぶりなんですよ。もう本当月単位で久しぶりのプレイなんで、うん、いけないよこの先。入手氷って言ってたよあいつ。普通に基本的にスライディングで無理やりこじ上げられます、こういう群れは。で、あの前回のパートでは俺は結構このまあ、無理やり突っ込んでたんですけど、結構こんな感じで詰め込んでた方が割と安全面は上がる。へぇ。で、緊急っていうか、ダイング状態になったら、うん、前後ろ前後ろみたいな感じで、体勢を変えるようにやってれば、割と生き返れる。これは、本当にやる前から覚えてた。おぉ。必須スキルってことじゃないけど、兄さん使いにくい、覚えてた方が戦えるかなっていうぐらいの。なるほど。すごいね、エイダ兄さんこんなに使いにくいんだ。前回それで俺に負けたやついたよな。姉様最強やから送ってくるね。まあちょっとね、ちょっと、うん、大丈夫そんなに。よーっと危ない。よしよしよしよかったもんで、ね、この場合は、ここはぐるぐるしてればとりあえず、あ、やばい、盾持ちだ。ちょっと待てよ。これは予想外だぞ、盾持ちは。盾持ちか。盾持ち来るか。どうしよう。盾持ちはよろしくないぞ。あ、そっか、こいつら変異ってなってか。6は比較的変異ボスが5よりもはるか強いんで、マジで苦戦します。そう。これ何しよう。もうちょっと集めよう。あー、やばい、銃ってきてるね、バリバリ。危ねえな。敵が強いな。敵の人だっけ。オッケー。さあさあさあ、狩りの時間だ。マジか。もう狩りが始まったんか。こんな感じでね、割とゼロ距離で群れてる場合は大丈夫です。止まって走っちゃうんだけど、ここに牽制入れといて、この通り。ちょっと待って、走っちゃう。
してあねえ、あしかもエイだあれだ普通の方だ銃で、あのこっちは正直言うとあの体重てかも時間が完璧決まってるんであんまりナショナル部隊どっちがカトンボだ多分ねグレポン使わずに終わる可能性がある最悪マジかナイスマシュマロ全部殲滅完了でこいつは足がノーガードなんで足からポンポンうわすごいインドだどんどんこっちでどんどんおいナイスおおいや送ってきますねここだきついっすねあれちょっとはいどーんわなんか見えるよなんかやべえの見えるよあれさなんでも送ってくれるんだろうなんとも送ってくれないんだろうおかげでこっちは大丈夫かおかげでこっちはパーティーだよちくしょうこっちはパーティーだよはいナイスパーティー好きでしょおっとやばいこの1秒はないかな時間がこれ結構 HP 取られるんで確実に 1個使ってでもいいんで回復しましょうこういうのこれはあまりよろしくないやつですね正直言うともう場所を変えようかなおーバカチコーううスコアに正直言うとあんまり差がないんでこっからは単純に牽制してどれだけ一気に倒せるかっていう勝負に、はい、あやべこれはいかんこれはいかんこれはいかんおっとだダンドリズイまずいぞ危ないナイスオッケーオッケーオッケーこの流れはまずい非常にまずい、うん、この流れは非常に嬉しいあ、やべ、弾切れたうー、危ねえ危ねえやばいな、この流れは非常に下ろしてないなヘイ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 、オッケーオッケーリロード欲しいなねでね6はね、はるかね、5よりもカメラのあれが遅いんで、遅いっていうか、一箇所に集中しちゃうと、5のマセよりも全然囲まれやすいんで、そこだけ注意しましょう。これは、5と比べて、俺がすごい思ったところ。はい、オッケー。おー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 。いや、本気だな、俺。おっと、やばい。多いね、オッケーあやべあやべ囲まれたいやまだグレネードが俺はあるんで正直ちょっと余裕なところがあるねやべえなこれ強いなさっき思ったより強い多くなってきたはいこうやってちょっとずつ牽制していくだけでもタイミングをずらしたりとか調整しやすいんで特にこういう一直線のマップだと敵をどれだけ一箇所に集めるかっていうところに勝敗が結構関わってくるんでこれより今攻撃したいなあとは運だよね若干ながらまあそれだよね一番はあれ言ったら、うん、全部が全部大体運で決まったからね。うん。オッケー。はい、危ない。おお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 お。やばいなこれ戦場で戦いたい個人的にはもうこれ得点聞いてる場合じゃないな一応倒してるんだけど
通にあの喋りながらプレイしますけど、これ割とね喋りながらしてる余裕本当はねあんまりない。そう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 、結構ねマジでこれ辛い。ガチで結構ね、うん、タイムの時はなんだかんだ喋る余裕あったけどね、ちょっとタイムよりアクティブだね、うん、敵がここは、うん、タイムよりアクティブ。ちょっとあのリカバリー勢には厳しいものがある、うん、まあちょっとめたいこと言うと AI がやばいよね。ちょっとね結構ガチでやりに来てる、結構ガチでやりに来てる構成だしな、これ。あ、生きてる。あーちょっと待って、もうあ、やべ、ここでいて余裕で死ぬんだけど、やっべー、やらかした。かがしろ、なんかこれあせー、うわー、マットディスコは上だったのに余裕ぶったのがやったね、ダマダマ。あ、でもやっぱり僅差なんだな、討伐数とか。なるほど。というわけで現状一勝一敗です。イエーイ。いや面白いね、うん、ファイブにこのシステムあったら面白いと思う。そう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 、ファイブまで行くとすごいね。でもファイブの操作性でやるか、ファイブの難易度だったらさ面白そうじゃない。ああ、あの10体おきに処刑マジンとかそういうさある程度のボスクラスみたいな、で逆にボスクラスを倒すと、うん、その相手にもボスクラスを送れるみたいな。なるほど、そんな感じで。というわけで今回俺はカーラで負けました。じゃあ次は、ここですね、採掘場。やべえ、楽しい。では次のパトルでお会いしましょう。 See you next time! また会おうじゃな。また会おうな。